ゲートイン完了。スタートしました。揃いました。出てから2番のマスケティアーズ後方、コーダッシュは12番のメディシス。まずダートに移るところでメディシスわずかに先頭、後続殺到、内から3番ナサ、間は7番のルベルジェ、3頭広がっての先行、さらには4番大和構成空割って先段4頭1段です。3馬身差の5番手が5番クランシリーニー追走、また3馬身あって13番フレンドパル、11番タガノトランキーロ、中段800を切りました。2馬身相手9番名将ウグイス、6番星降る土俵、14番アイアンフラワーが上がっていきました。3コーナーカーブであと後方から4投目、1番アイボリーアイ、2番マスケティアーズ、後方600を切りました。前半632秒9と計測。後ろの2頭は10番ペリトモレノ、そして8番のアルファマム、後方グループです。4コーナーカーブ残り400、わずかに大和構成先頭で4コーナーから直線並んで、7番ルベルジェ2番手、さらにはメディシス3頭広がって、メディシス3頭2番手上がって先頭を追っている。4番手がうち3番ナサ、あとは後方13番のフレンドパルで200を切りました。追い込み勢タガノトランキーロ、1番外は8番のアルファマムがぐいぐい追い込んでくる。4番大和構成を一気に8番のアルファマムが飲み込んで先頭に変わった。1番アイボリーアイ2番手上がってきた。アルファマム先頭で合輪、後方から一気の伸び足、8番アルファマム直線だけで勝負を決めました。